はーい。カメラマンさんの EMY さんが協力していただいております、はい、今回はラブホテルに私を呼んでいただいたら一体どういう流れになるのかというプロセスを解説していきたいと思っております。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。ではまずこうして呼んでいただくとこんな感じで会話するんですけど、まあ、ここでいろんな雑談したりとかエッチな会話したりとかそういう雰囲気とかをここで盛り上げて作っていきます。でここでもう早速服はまあ、ここで一緒に脱がせ合ったりとかすることもあるんですけど、まあ、とりあえず全部ここで服は脱いじゃいます。服を脱ぎ終わりましたってなったら次はこちら洗面台、こちらの方でまず歯を磨いていただきます。で客様にお渡ししているのでここで歯を磨いていただきます。で歯を磨き終わったら結構これ忘れがちなんですけど、バスタオルをバスルームの近くにセッティングして、で、いざシャワールームです。で、シャワールームでお客様の体を洗っていきます。ここで洗うときにいつもなんか泡を使ってなんかちょっとこう洗剤でいやらしいコテをセットしたりとかすることもあります。あとたまにお客様自身が湯船を張ってくださっている時もあるので、そういう時は一緒に使ってお風呂に浸かりながら、まあ、ちょっといやらしいことをすることもあります。いよいよ本番のベッドです。ここで皆さんのご想像通りのいやらしいことをここでするわけです。で、大体その時間なんですけど、終わりの時間のラスト15分前ぐらいになったらシャワーを浴くっていうような感じで私はいつもさせていただいております。例えば90分コースでご指名いただきましたら75分経過したぐらいで大体シャワーを浴くっていう流れになります。大体それまでには皆さんにフィニッシュしていただくような感じでさせていただいております。終わりましたってなったら次はこちらまたシャワーですね。もう一回こうシャワーで洗っていくわけなんですけど、一つここで裏技というか便利なやり方がありまして、先ほど湯船を張ってくださっているお客様がたまにいらっしゃるって言ったんですけど、実はこれ湯船の中に浸かりながら結構早くローションが落とせるので、実はローションを早く落としたい時も手前からパパパパッと洗い流したい時の裏技として湯船にお湯を張っておくっていうのは実は一つの裏技。ここで洗い終わってうがいですね。うがいをしてもらったりしてから、で最後ここに戻ってきて、ここで服を着てありがとうございますって感じで私は外出をするというのが一連の流れです。一つ最後に言い忘れてたんですけど、お金をもらうタイミングっていうのは大体いつも最初に初めましてで入ってきてからここのソファーで座って対面した時にいただくことが多いです。というのも
結構あのこれ一連の中で終わっちゃうと忘れがちになっちゃうので、もらい忘れるのもすごくお店にとっても私にとっても結構ダメージが大きいので、必ず最初にいただくようにしています。最後なんですけど、オプションについていつでも追加していただけるんですけど、コスプレなど持ってきていないものに関してのオプションは対応できないんですけど、潮吹きとか道具がなくてもできるオプションについては全然言っていただくと追加いつでもできますので、そこは楽しみ方次第でいつでも言っていただけると嬉しいです。はい、今回こんな感じでユハンヘルス城を呼んだ時の一連の流れっていうのを作ってみたんですけど、今回良かったな、ためになったなと思いましたら、グッドボタンの方とあとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今回も見てくださりましてありがとうございました。また TMY さんからの協力もありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃあまた次回動画作りますので、ぜひよろしくお願いいたします。またねー。